ヨーヨーミーリーグ第8節、三菱重工浦和レッズレディース対アイナック神戸の試合です。まずは前半22分、はい、浦和のシーンです。島田選手、これね本当にこのまま中にゴールの中に吸い込まれてもおかしくないシュートだったんですけれども、惜しいシュートでした。惜しかったですね。ポストに嫌われた。いや本当入ったと思いましたけどね。得点シーンです。38分、神戸中島のコーナーキックから西川、ね、竹重選手あそこでとりあえず競ったと言ってましたけれども、まあ、まあそれがあったので後ろにこぼれて西川選手こうワントラップから冷静に決めましたね。西川これでWリーグ2点目です。まあ、やはり竹重選手の高さに相手もね少し釣られてしまいますよね。そしてエンド変わって後半です。47分、パーフェクトですね。中島選手のフリーキックから竹重が合わせました。いやディフェンスとしては戻りながらなので非常に難しい場面だったと思います。そこをやっぱりゴールに向かっていくアイナックの選手うまくゴールを決めましたね。この竹重の表情、喜びの表情もいいですね。ヨギボーEリーグ三菱重工浦和レッズレディース対アイナック神戸の試合は2対0、アイナックが勝利しました。